今現在ということになりますが、現在英語の先生をやっているということですので、やはりオーストラリアで英語を学んだということは非常に大きかったと思います。もちろんいろいろと勉強する間に大変なこともあったと思うんですが、特に最初の留学期間中は交換留学ということもあって、あまり強いプレッシャーの中で勉強するというわけでもなく、かなり自由な雰囲気で自分の好きな時に勉強して、英語を話していれば勉強しているということになりますので、非常に気楽に勉強できて、非常にとっても良い経験ができたと思っています。その後、大学院で勉強する間、移民に対する英語教育というのに興味を持っていたので、そこで何度かオーストラリアに行く際には、その留学していた際に知り合いになった人たち、その人たちの中でも特に長くその後もお付き合いしていただけるような方がいらっしゃいましたので、その人に行くたびに助けていただいて、さらに新しい知り合いを紹介してもらったり、研究自体に助けてもらったりとか、そういったことを教えてきました。なのでオーストラリアで勉強したことっていうのは、本当に今も役に立っているなって実感することが非常に多いですね。日本だと言葉の面で困ることはほとんどありませんよね。で、英語が多少ないともできて、それが今の仕事につながっているということで、英語を勉強したということの恩恵には今も使っていると思います。で、それと同時に今はタイ語や韓国語も頑張って勉強しているわけですが、なかなかうまくなりませんが、その理由の一つとしては、やはり英語がある程度できると他の言語を勉強するモチベーションが下がりがち、英語が通じてしまうっていうようなことがあったり、相手の方も私の下手なタイ語、韓国語に付き合うよりは英語で話す方が、コミュニケーション自体が早く効率的に進むので、そういった意味で、英語が話せるというのが私の勉強について足かせになっている部分というのはあるなというふうに感じることはありますね。やはり自分でも英語が通じそうだっていう時に英語に頼ってしまったりだとかいう時はありますし、そういった時に、その国の言葉が喋れない、例えばタイに来てタイ語でちゃんと喋れないというのはタイの人に対してちょっと失礼なのかなっていうふうに思うこともあるんですが、ただ、向こうの人も相手側も英語で話すことを期待している場合もありますし、そういった時に、私の下手なタイ語に付き合ってもらうのは申し訳ないなっていうふうにやはり思ってしまう、そういったこともありますよね。